どうも、困った時はマリーシアパンテラフットボールです。今回紹介するのは日本人悪童ランキングトップ5。世界的には内向的でおとなしいと評される日本人、しかし数は違えど世界に勝るとも劣らない精鋭たちがこの島国にも存在します。出る杭は打たれ、目立てば叩かれる、そんな社会に中指を立てるよりすぐりのラスト侍たちを紹介していきます。第5位、鈴木優馬。2020年9月23日、鈴木はツイッターにて、イライラする部分が好きじゃない、てめえ何様だよ、だったら呼ぶんじゃねえよ、と謎のメンヘラ連続投稿。そして寄せられたリプライの、もしかして森保監督にいいねを押し、すごい遠回りかつ陰湿な方法で森保監督を批判。さらにそのツイートを削除する小悪党ぶりを発揮しました。そして同年10月1日に日本代表メンバー25人が発表されるも、その中に謀反を起こした鈴木の名前は当然ありませんでした。しかし主戦場がツイッターである鈴木は、鈴木優馬は選ばれてないか、多分監督といざこざがあったんやろうな、大迫の代わりできるのは鈴木しかいないと思うんやけど、という一般ユーザーの投稿をいいね、さらに森保もうクビでいいよというつぶやきにもいいねを押すという陰湿な戦いぶり。そのオラオラ系の見た目で、そのファイティングスタイルはリザードンの得意技が嫌な音みたいなもの。これからも SNS を駆使した特殊戦闘スタイルに期待大です。できれば森保さんと仲直りして日本代表のピッチで暴れてください。第4位、大久保嘉人。普段はすごく優しく温厚との評判ですが、同僚に二重人格と言われるほど、試合になると切れやすく言動が荒々しくなるこち亀のホンダタイプのバーサーカー。もらったイエローカードの数は100枚を超え、 J1 歴代1位、レッドカードは12枚もらっており、こちらは歴代2位。とにかくおびただしい数の問題行動を起こしてきた大久保選手ですが、印象的だったのはワールドカップアジア3次予選オマーン戦では、後半29分、左からの低いクロスに中央から突っ込み、タックル気味に勢い余ってゴールキーパーと衝突し、相手の足が大久保の股間を直撃。それに熱くなった大久保はバレないと思ったのか、倒れたままの右足で相手キーパーに蹴り一閃。必死に股間を抑えながら正当防衛をアピールしたが、あっさりとレッドカードを出され、この世の終わりのようなリアクションとともにピッチを去りました。そして退場後、岡田監督から、何したんやと聞かれ、蹴りましたと答えた大久保は、ボケーとしっかり怒られました。さらに2016年4月に行われたガンバ大阪対川崎フロンターレ戦では、前半39分、悪童全員が最初に覚える技、肘打ちをガンバフォワード宇佐美の顎に食らわせ、宇佐美は左顎から出血。肘を当てられた宇佐美は大久保に、何すんだよと言い寄ったが、大久保は、点を取ってから言えよ、それでも代表かと、あまりにも雑な理論のすり替えで一括。重ねて言いますが、ピッチを離れるとナイスガイ。第3位、岩下圭介。とにかくカッとなりやすいこの男は、ガンバ大阪在籍時の2015年第11節のサンフレッチェ広島戦で、プレーとは全く関係のない場面で相手チームの清水光平の顔面に極めて危険なショルダータックルをお見舞いしました。これ犯罪じゃないですか。しかし岩下は上京して J リーグの規律委員会から直接事情聴取まで受けたにもかかわらず、出場停止処分もなければ厳重注意とクラブからの謝罪のみ。さすがに普通は次の試合は反省しおとなしくするところですが、それは僕ら一般人の感覚。次節の川崎フロンターレ戦も大久保嘉人の決定機を元気いっぱいラフプレーで阻止。この2試合続けての危険な行為は多くのサポーターに批判されました。しかし懲りない男は、2018年4月1日アビスパ福岡にチームを移し、迎えた J2 第7節栃木戦の前半17分、コーナーキック時のポジション争いで多田が倒れると、その上を岩下が乗っかるように多田の右足を踏みつけ、スパイクでグリグリ。いやだからこれ犯罪ですよね。多田がこれを振り払って岩下が転ぶと、主審はまさかの多田にレッドカードを提示。岩下の行為はレフリーが気づかずイエロー止まりでしたが、その後岩下は別のプレーにてしっかりと警告を受け退場となりました。さらにジェフ千葉との試合後、複数の選手と握手を拒否するなど、悪童ここに極まれり。しかし現在は選手を引退し、
いろんな経験をして若い選手が見えてないことがわかると思うんで、アドバイスをしてあげられるんじゃないかって現役時代から考えてて、だからそういう道に進もうかって考えてますと語る通り、サッカー界への貢献のため新たな道に進む元悪童を応援してます。第2位、森脇亮太。2014年に埼玉スタジアムで行われた山崎ナビスコカップサンフレッチェ広島戦、森脇にとって名刺代わりとなる事態が勃発。試合は2対2のまま後半ロスタイムに突入。コーナー付近でポゼッションをし時間を稼ぐ高萩に森脇がプレッシャーをかけに行きますが、ボールとの間に体を入れられてボールを奪えません。熱くなった森脇は勢い余って高萩を倒してしまい、ファールの笛。さらにヒートアップした森脇は副審に向かって、遊んでんじゃん、わかるわかると詰め寄り、相手が誘ってる場合は押し倒してもノーファールという特殊な地域で育ったのか、相手が誘ってたという弱いカードを武器に猛抗議。この意味のわからない言い分を自信満々でブチギレながら抗議する姿は話題となり、開き直って自身の YouTube チャンネルの名前にすることでネタとして消化しました。さらに PK を外したオスカルを煽り、チームメイトである西川に突き飛ばされる。本当に怪我をしたにもかかわらず狼少年状態で阿部に引っ張り起こされるなどなど、何かと笑える珍事が多い森脇選手ですが、一線を越えてしまいます。2017年 J リーグ第10節の鹿島アントラーズ戦にて、対戦相手のレオシルバに対して、臭いんだよお前と発言したと鹿島の小笠原に証言されており、それに対して森脇は、数名の鹿島の選手が自身に詰め寄り、いろいろ言われ、その際に多くの唾が飛んできて、それに対して口が臭いんだよという発言をしたと説明し、差別ではないと釈明。誰に何を言ったか真偽は分かりませんが、どう思われるかは普段の行い次第。森脇亮太の誘ってんじゃん TV での活躍を祈っています。第1位、森雄介。数々の暴力的な言動と、深夜のドンキホーテにアルファードで乗りつけ、1時間たむろした挙句何も買わずに帰りそうな見た目をしていることから、モキュンとの造語ができるほどで、 J リーグ最多記録である14度の退場処分、歴代最多レッドカード、そして国内初の J1、J2、J3 でレッドカードをもらった桜木花道真っ青の退場。数々の蛮行の中でも特に物議を醸したのが、2009年7月11日のアルビレックス新潟戦において、激しいマークにイラついた森は松下の顔面を肘打ちで攻撃、食らった松下は倒れ込み流血する事態となり、当然のレッドカード。そしてピッチを後にする森をなだめるスタッフに対し、なぜか肘打ちをした本人が荒ぶり怒りまくる謎の行為を披露し、主役は俺だと言わんばかりに会場の注目の目を最後まで集めながら退場する珠玉のエンターテイナー。しかしこの態度振る舞いが暴行、脅迫及び一般大衆に対する挑発行為であるとして、2試合の出場停止処分を受けました。さらに2009年のナビスコカップ決勝にてチームが敗北し準優勝に終わると、表彰式でふてくされ、手すりに寄りかかる、しゃがみ込む、ガムを噛みながら表彰台に上がり、高円宮妃殿下や関係者の握手を拒否し、メダルをすぐに外すなど、やれるだけの非礼を尽くしました。この行為は各方面から非難の嵐が吹き荒れ、事態を重く見たチームは前代未聞の準優勝賞金5000万円を全額返上しました。それに対し森は、敗戦直後で気持ちを切り替えられなかった、迷惑をかけて本当に申し訳ないと反省したかと思いきや、ボールのないところで相手を蹴ったり、倒れている選手を踏みつけたり、審判の目の前で肘打ちをしたり、その他数々の問題行動を起こし、現在は現役を引退し、東京ヴェルディのジュニアユース部門でコーチを務めています。荒々しい言動は多かったですが、技術は日本屈指のサイドバック、構成して新たな日本のスターを育ててくれると信じています。というわけで、悪童ランキングいかがだったでしょうか。個人的に思うのが、なんかああいう人たちって自分でガーン肘打ちした後に、一回一か八か、こう自分が被害者みたいな、うわーって被害者面するんですよね。あれ何なんですかね。こう一人の目騙すんだったらまだしも、どんだけカメラあると思ってんの。あれなんか悪いことしたら一回嘘ついちゃうみたいな、人間の本能があるのかな。ちょっとわかんないですけど、よかったら皆さんが思う悪童をコメント欄にお書きください。というわけで、ここまで見ていただきありがとうございました。このチャンネルではサッカーを楽しく配信してますので、
よろしければチャンネル登録本当にお願いします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。